96丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄の IND8 番街線の駅で、ある。アッパーウエストサイドの西96丁目と、セントラルパークウエストの交差点に位置し、A 系統が深夜のみ、B 系統が平日の23時まで、C 系統が深夜を除く終日停車している。97丁目にある入り口この駅は1932年9月10日に、開業。 二層式で上層階を北高観光、急行線が、下層階を南行観光、急行線が走っている。ホームは南北観光線の西側にある。ホーム壁面には 96thst と青タイルと白タイルの組み合わせで書かれており、その下には黒タイルと白タイルの組み合わせで改札口の方向付きの小さな印もある。 この小さな印は現在ホーム南端の95条目の改札口が閉鎖されていることを示している。また、方向付きの印と同じフォーマットで96と書かれた小さな印も駅名標のもとに等間隔で掲げられているほか、ホーム上に等間隔で立っている青色の柱にはニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白の駅名標が掲げられている。 当駅の改札口はすべて上層ホーム横に2つあり、そこから階段で地上をもしくは地下2階ホームへと行くこととなる。終日友人の改札口はホーム中央にあり、終日無人の改札口は駅の北端97丁目にある。また、先日の通り駅南端の95丁目にもかつては改札口があった。ありがとうございます。